今日から弟子として勉強させてもらいます。ペンギンです。パンダです。よろしくお願いします。よく来たな。寿司屋の修行は厳しいぞ。ちょっとでも値を上げたらすぐクビにしてやるからな。覚悟しろよ。はい、頑張ります。抵抗ペンギン。厳しすぎる修行、寿司職人に弟子入りしたらどうなるのか。君に連れられて弟子になったけどさ、弟子って何をすればいいの。そんなことも知らずに寿司屋になったのか。いや、とりあえずペンギンと一緒にいれば面倒な仕事はしなくていいと思って。俺はお前のお守りをするためにここにいるんじゃないぞ。立派な寿司職人になるために入ったんだ。じゃあ最初は寿司を握ればいいの。すぐに握れるわけがないだろう。その通りだ。二人には最初に厨房の掃除をしてもらう。寿司職人と関係ないじゃないですか。バカなこと言うな。寿司職人が寿司を握るのは厨房だ。そこを清潔にしないでどうする。それはそうですけど。嫌ならやめてもいいんだぞ。お前の代わりはいくらでもいるんだ。やります、やりますよ。それでいいんだ。ペンギンを見てみろ。もう黙々と掃除をしてるぞ。この調子だと先に寿司を握るのはペンギンかもな。まあ、僕は寿司が握れようが握れまいがお金さえもらえればいいんだけどね。志が低すぎないか。まあまあ、こうやって掃除してれば給料は出るし、僕は一生このままでいいよ。お前がそれでいいなら構わないが、俺はそのつもりはないぞ。一流の寿司職人になって自分の店を持つんだ。それって儲かるの。少なくとも今よりは儲かるだろうな。ペンギン。なんだ。僕なんだかやる気が出てきたよ。金に釣られただけだろ。理不尽な修行も多い。パンダ。はい。ちょっとこの郵便物を出しに行ってくれ。はい。けど郵便局ってもう閉まる時間じゃ。ダッシュで行けば間に合うだろう。早く行ってこい。ひどい目にあったよ。間に合ったのか。なんとかね。とうとう寿司に全く関係のない仕事までやらされるようになったね。修行というのはそんなものだ。これいつまで続くんだろう。飯炊き3年握り8年という言葉を知ってるか。何それ。立派な寿司職人になるにはご飯を炊く作業を3年、握りを8年修行しないといけないという意味だ。つまり寿司職人になるには10年以上の修行期間が必要なんだ。そんなに。もうやってられないよ。おい、ほっとけ。大将、この世界は厳しいんだ。根性がある奴だけが生き残る。お前も分かっているはずだ。そうですね。ところで、そろそろ寿司を握ってみる気はあるか。はい、やらせてください。修行期間は無駄じゃない。こうして俺は自分の店を出すことに成功した。あの時逃げたパンダの行方は今でも分かってないけど、こんな風に可愛い嫁ももらえたし、多くのお客さんに自分が握った寿司を美味しいと言ってもらえるようになったのは間違いなくあの修行のおかげだ。繁盛してるじゃないか。おかげさまで。ところで、物は相談なんだが。はい。実はうちの店の経営が苦しくてな、大量の借金があるんだ。そんな、なぜですか。常連客にスーパーの刺身を高級魚として振る舞っていたのがバレてしまったんだ。え、俺そんなところで修行してたの。頼むペンギン、もう一度俺の店で働いてくれ。無理だ。俺はこの店もあるし、そんなことをする店で働くつもりはない。それに借金があるなら給料は払えないだろう。そこは育ててやった恩ってことで無給で頼む。誰がやるか。とっとと出ていけ。はあ、大将、マグロお願い。はいよ。何やってんだお前。ちょっと今生活に困ってて。君のとこの魚新鮮で美味しいね。ピチ。お客さんすみません、マグロ切れちまったんでこいつで勘弁してください。おお、これはダッコ寿司の一般だじゃないか。大将のとこはゆるキャラも作ってるんですね。煮るなり焼くなり好きにしてください。やった、娘にあげよう。二度と戻ってくるなよ。いくらなんでもシャレにならないよ。いくらとシャリだけに。